はい、4五桂速攻で、7四歩6二銀4二玉型に対して見ていきます。角換わりした後の局面から、4六歩で、6二銀ですね。で3六歩で7四歩と突かれて3七桂で、4二玉と上がったこの形の場合を見ていきます。これは4五桂と跳ねる手が、一応成立します。正確に受けられると互角なんですけれども、相手が受け間違えるとこちらが有利になります。で2二銀が最善なんですけれども、まあ、4四銀ともし上がってきたら2四歩同歩、同飛車といって、これも2二歩が最善なんですけれども、2三歩と打ってくると、こちらが有利になります。で3四飛車と、寄って、で1四歩ともし端角を消してきた手に、2二歩と打ちます。で、まあ、同金は3一角があるので、まあ、桂馬を跳ねてきたら2一歩成とします。で、ここで2五を角と打ってきた場合は、これは3三桂成といきます。桂となって、まあ、同金どちらも考えられるんですけれども、まあ、同銀の場合は、3五飛車と逃げながら角に当てれるので、これはまあプラス2000点以上、こちらが勝勢となります。あとは同金と、飛車を詰ましてくる手はもう同飛車成と切って、で、同玉はまあ危ないので、まあ、同金と取るのが自然ですけれども、まあ、4五桂と打って、これは銀が逃げたりすると、これは3一角から詰みますね。基本的に逃げるのは、まあ、これも詰みですし、これも3一角と打って、まあ、3二玉にと金引いて詰みますね。なのでこの局面で銀が逃げれないのは結構相手からすると辛いかなと思います。まあ何かもし攻めてきたとしても、まあ、3三桂なって同玉に、5五角で王手飛車が決まるので、これは相手陣が持たないかなと思います。1四歩から2五角の変化はそういう感じですね。あとは飛車を横に回って時に、まあ、7三銀がソフトは、最善に示してますね。これはまあ早繰り銀のところでご紹介したのと似てるんですけれども、まあ、この場合も2二歩と打って、まあ、同金はこれも3一角ですよね。ちょっと玉の逃げ方でもあれなんですけど、3一角で4一玉と引いて、この場合は5三桂成かならずか、5三桂ならずですね、5三桂ならずといって、まあ逃げたらもちろん6一桂成から金が取れますし、まあこれ角で金取って、まあ、同飛車だったら王手飛車がかかるので、これは勝ちですね。
まあ、あと同、同銀もまあ角が同角成となれるので、これもかなり相手は厳しいかなと思います。まあなので2二歩には3三桂と逃げるんですけれども、まあ2一歩となって、まあ2八角とか2五角とか5五角とかいろいろあるんですけれども、まあ2五角打ってきたら、まあ、3三桂となって、これも同銀は、3五飛車と逃げれるので、まあ、同金が予想されますが、まあ、これも同飛車成と突っ込んで、同銀に、3五金打ちですね。で、角取りなので、まあ1四角と逃げる手に、2六桂と角を詰まします。で、まあ相手も受けは難しいので、2九飛車と打ってきたら1四桂と取って、まあ同歩が自然ですかね。で、まあ1一とと取ってもいいですし、ソフトは3七角示してますね。3七角で、まあ飛車が結構危ないかなと思います。まあ相手香車これだと取れないので、そうですね、まあ例えば2五桂とかできたら、もう同金と取ってしまって、同飛車成に1一とと取って、まあこれは難しい戦いには見えるんですけれど、まあプラス先点こちらが優勢ですね。で、まあ相手から攻める手も、そうですね、まあ、例えば2七金とかだと、2九香と打って、これは受けが難しいですかね。まあ角取ると竜が取れるので、まあ他はどうですかね。まあ3六竜とか、まあまあ2七香と取って同竜に2六金ですね。これで竜が2九に行って、まあ4七か5六か2角を打つと、竜が詰んでますね。まあ竜が取れると脅威もなくなりますし、相手飛車打ちに弱いので、これは勝てるんじゃないかなと思います。まああとは3五金と打った局面で、まあ、ここで2九飛車だと、まあ、3八角と打つか5六角ですね。まあ飛車が横に逃げると角がボロッと取れるので、まあ仮に、2八とかになると、
まあ、一度2九歩と打って、まあ、これも竜が同様にそれると角取れるので、まあ、引いてきた。そしたらまあ1一とと香車を取っておいて、まあソフトは4四桂打ちとか示してますね。桂打って一度角を2五金と取って、同竜に2八香と打って、竜が逃げると2三角成となれるので、これでプラス2500前後ぐらい、まあ、勝勢となってます。今回は、そういう感じで、まあ、7三銀の変化と、あとは1四歩から2二歩で桂馬跳ねて歩なって2五角の変化を見ていきました。また次回、別の変化見ていこうと思いますので、楽しみにしておいてください。ありがとうございました。